すぐはカルオのお暇なら映画でも。すぐはの新作映画レビュー。リトルマーメイド実写版ということで見てきました。もう話題沸騰、リトルマーメイド実写版。まあね、どんな話題かっていうとあまりいい話題ではないわけですけれども、主役のねアリエル役が黒人がやっているということでイメージが違うんじゃないかということで結構話題になっているわけですね。でまあ先週の金曜ロードショーでアニメ版のねオリジナルのリトルマーメイドやっていて、そこでねこの実写版のアンダーザシーの映像が流れたわけですけど、その時僕が思ったのはアリエルよりもどっちかっていうと魚たちの方が怖えんじゃねえかとあまりにもちょっとリアルすぎやしませんかというふうに思っていたんですけれども、まあ実際僕ですねリトルマーメイド見て思ったのは、まずアリエルに関しては特に問題なく見れましたよ。僕はその黒人白人あんま関係なく、まあ僕としてはですね関係なく見れたし、アリエルすごく歌上手だったし、歌声が非常に伸びやかで、声量もあってですね、やっぱ黒人っていうところもあって声量がすごく強調されていたっていうところがあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、声量もすごくあってよかったし、まあなんていうのスイングというかそういった部分も僕はすごく良かったと思うし、アリエルはそういった感じでとても良かったんじゃないかなというふうに思います。で問題の魚たちなんですけれども、まあセバスチャンだったりフランダーだったりカモメのスカットルだったり、あの辺もですね最初はちょっと親っていうふうに思ったんですけれども、特にまあ勤労でね見た時はおいおいこれ大丈夫かいというふうに思ってまあ見に行ったわけですけれども、すぐに慣れましたね。この魚たち、リアルな魚たちも意外とまあ見てりゃなんてことはねえなというふうに思っていたんで、そのあたりは全く問題なく見れました。だからこのお話は当然良かったし楽曲も良かったし、だからそのあたりで僕は不満は特にありませんでした。ただじゃあ大満足かっていうとそういうわけではなくてですね、この、まあ、とにかく画面が暗いんですねこの映画、ここがもうちょっと僕としてはどうしようもなく勘弁してくれよという感じでしたね。画面が暗いんで何やってんのかよくわからんというところがあってですね、まあわかるんですけど、まあ見てりゃね、見てりゃ何やってるかわかるんですけれども、あまりにも暗すぎるというところで見づらいということですね。それとですね、上映時間が長すぎる、これも非常に僕としてはマイナスポイントでしたね。上映時間135分ということで、2時間15分ですか、ちょっと長すぎますね。オリジナルのリトルマーメイドは85分だっけ、83分かなので、もう1時間近く長くなってるわけですね。オリジナルよりも実写版がちょっとやりすぎというか長すぎ、ここが非常に嫌でした。もう疲れるし見ていて、で画面が暗いんでとにかく見ていて疲れるわけですね。暗い画面をずっと見てて疲れるのに長時間っていうことで、もうダブルの疲れが、僕の元にやってくると、いうことでね、ちょっとこの辺は何とかしてくんなかったかなと、いうふうに思いましたね。で結局じゃあ満足度としてはどんな感じだったんだというとですね、まあ僕これディズニーね最近実写版やってるじゃないですか。実写版リメイク美女と野獣もやったし、アラジンもやったし、ライオンキングもやったし、今回のねリトルマーメイドもこうやったわけですけれども、まあそもそもこのリメイクをするということの意味が意義が全く感じられないわけですね。オリジナルが素晴らしいものであってあれを超えるものを作れるはずがないわけですね。にもかかわらずなぜかリメイクをしているというこのリメイクをすることの意味意義が全く感じられない、プラスリメイクをするにあたって実写版にしているというところが、さらに意味がわからんと、いうことになっているわけですね。だからそもそもが僕はこのリメイク実写版に非常に否定派というところがまああるんですね。でリメイク実写版リメイク否定派である僕からして、じゃあ今回のリトルマーメイドはどうだったのかというとですね、まあまあ旧大点かなという感じでした。とにかく一番ダメだったのがライオンキングだと僕思ってるんですね。ライオンキングはまずこの超実写版っていう謎の CG アニメだったわけですけれども、
ライオンキングは全く合ってなかったんですね。歌と声と映像が全く合ってなかったし、歌もあれ、ライオンキングはね、かなりそうそうたる名だたる歌手の皆さんが声をやっていたわけですけれども、非常に歌が合っていなかったというところがあると思うんですよ。もう全くハーモニーもできていなかったし、この例えば奈良とシンバが歌うデュエットで歌うシーンなんかも、この何愛を通してのハーモニーというよりは、なんか喧嘩してんのかなっていうような歌い方、おのおのがこう甲を出しすぎているっていう感じが僕には感じられたんで、それプラスオリジナルの曲からあまりにもこの歌い方をアレンジしすぎていたんで、ライオンキングはね、これミュージカルとして成り立ってないんじゃないかと、コンサートじゃないんだからというふうにまあ僕は思ってですね、ライオンキングはもうどうしようもねえなというふうに思っていたんですけれども、そういう点で比べるとリトルマーメイドはですね、非常に楽譜通りに歌っているというところがあって、楽譜通りに歌っていて、さらにちゃんと感情も、そこに込められて歌われていたんで、そういった面で全く不満はありませんでした。でも、まあ、そもそもが何のためにこれ作ったのっていうところが意味がわからないというところがあるんでね、オリジナルのねアニメでいいじゃんっていうふうに思っちゃうんで、まあちょっとな、としかもすごく長いんで子供向けじゃなくなってるんだろうなっていうところもなんか不満点だなというところはありましたね。ということで、この後はですね、まあいろいろと思うところがあるんで、まあネタバレというよりは、ネタバレもするかもしれませんけど、ネタバレというよりは今回のこの実写版というものに関してですね、どうしてこうなっちゃったのかなと、まあそのなんつうの、アリエル役をハリー・ベイリーちゃんがね、黒人のハリー・ベイリーちゃんがやってたというところも含めて、なんでこんなことになってしまったのかとか、そういったところをちょっと僕なりに、僕が感じたことをおしゃべりしたいなというふうに思います。よろしくお願いします。この後は、まあ、一応ネタバレも喋るかもしれないんで、お気をつけというか、まあ、ネタバレっつったってリメイクなんでね、別にネタバレも何もねえかなっていう感じもしますけれども、そのあたりよろしくお願いします。後半へ続くということで、ここからはちょっと中身についてお話ししたいなというふうに思うんですけれども、まずですね、ずっと言ってる僕の不満点としては、画面が暗すぎるというところですね。なんでこんなに画面暗いんだろうというふうに考えると、まあ水の中だからね、海の底だから太陽の光が届かないとか、そういったところもあるんでしょうけど、そんなこと言ったらもっと真っ暗じゃなきゃおかしいわけで、じゃあなんでこんなに暗くしているのかっていうと、おそらくですね、アリエルが黒人だからだと思うんですね。アリエルの肌が黒いんで、この普通の照明のまんまだとあまりにも目立つというところがあると思うんですよ。アリエル以外結構白人だったり、まあ、色が白目の人たちが多いんで、そうするとですね、どっちに合わせれば照明なり色味なりをね、どっちに合わせるべきなのかっていうことを考えた結果、おそらくアリエルに合わせたんだと思うんですよね。アリエルに画面の色味を合わせて、アリエルが、まあ、それなりにきっちりと画面に映るように色味を調整すると。その結果、アリエル以外の白人の役者たちがものすごく暗く映っているということがあったんじゃないかなというふうに思うんですよ。だから同じ暗さ、アリエルのこの肌の黒さというものがあまり目立ちすぎないぐらいの暗さにして、アリエルにだけこの明かりを当てて、他のねトリトンとか、まあ例えばそういう他の白人の方には明かりをあまり当てずに調整するみたいな、そういったことをしていたのかなというふうに思うわけですね。だこのあたり、まあどういった理由、そういった理由で暗かったのかどうなのか知りませんけれども、とにかく海の中が暗すぎるんですね。これによって集中力がどん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 なくなっていってしまうということがありました。ここはもうちょっと考えることができたんじゃないかなというふうに思いましたね。で、そのまあ問題のね、アリエル役がハリー・ベイリー、黒人のハリー・ベイリーだったというところなんですけれども、まあ別にこれはですね、まあ僕自身、舞台出身というか、そういったところがありますんで、そのなんていうの、例えば劇団四季、宝塚、東宝っていうね、このまあ三大ミュージカル劇団があるじゃないですか。この人たち、この劇団四季、東宝、宝塚、この人たちって基本的に日本人なわけですね。まあ
おそらく中国人だったり韓国人も中にはいるでしょうけど、劇団の中にはいるでしょうけれども、まあ、基本的には日本人がやってるわけです。で、この日本人がですね、日本人同士で日本語でお芝居をするのに、まあ、皆さんもご存知のように輸入ミュージカルがね、メインとなってくるところがあると思うんですけれども、まあ、宝塚は結構オリジナルが多いですけど、大体ね、お客さんが入るのは輸入ミュージカルというところがあるんですけれども、まあ、そのね、輸入ミュージカルをするにあたりですね、トニーとかマリアとか言ってるわけですよ。ね、日本人なのにクリスティーヌとか言ってるわけですね。ジャンバルジャンとか言ってるわけです。だから、その、なんつうの?おかしいじゃんっていうふうに、ここを思うかどうかっていうところあると思うんですよ。日本人なのになんで外人の名前言い合ってんだと。いうところで違和感を覚える人もいるでしょうけど、ほぼほぼ全てみんな、例えば劇団四季のオペラ座の怪人を見に行って、日本人がクリスティーヌを演じていて、いや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 、おかしいでしょう、黄色人種が、日本人がなんで白人の歌姫の役やってんのよとか、そういったところで突っ込み入れる人はまあいないわけです、普通はね。だからこの人種が違ったり肌の色が違っても許される場合というものがあるわけですね。例えば今回のリトルマーメイドも四季がやってますけれども、当然日本人がアリエルだったりアーステラだったりみんなやってるわけですね。これに文句言ってる人はいないでしょうし、例えばアフリカでリトルマーメイドの舞台公演があった場合ですね、アフリカでアフリカ人に向けてリトルマーメイドをやるということになったら、当然全員役者は黒人になると思うんですよ。で、そのアフリカの現地の言葉を使ってミュージカルが演じられるわけですね。これに違和感を持つ人は多分いないわけですね。だからこの舞台ということに関して言えば、人種肌の色っていうことに関しておかしいじゃないかっていう人はまあいないわけです。でもこれが映画だから、しかもアメリカが作る映画だから、こんだけ議論が起こってしまうわけですね。リトルマーメイドの場合ですね、オリジナルのリトルマーメイドがあるわけですね。オリジナルのリトルマーメイドは白人で赤い髪のアリエルが出てくるわけですね。これを実写版にする場合、なぜ黒人に変えなきゃいけないのかっていうところが、まあみんなが疑問に思うところだと思うんですよ。で、ここで僕らが考えるべきところはですね、アメリカ人以外の僕らが考えるとするとですね、これはアメリカの映画なんだというところをまず前提に考えないといけないわけですね。アメリカ人が作ったアメリカの映画だというふうにまず考えることが重要かなと思うんですよ。で、アメリカっていう国はじゃあどんな肌の色が正しいというか大多数を占めているのかっつうと、まあこれはもう現代にとってアメリカっていうのはもう別に白人の国っていうわけでももうないでしょってなってくるわけですね。人種のるつぼですから、アメリカなんて黒人もいっぱいいるし、ヒスパニックもいっぱいいるし、白人もいっぱいいるし、アジア系だっていっぱいいるし、というのがアメリカなわけですね。ということはアメリカで作るアメリカの映画って考えると、別に黒人が主役になったって問題ないんじゃないかというふうにまあ思うわけですね。さっきも言ったようにアフリカでもしリトルマーメイドを作ったら、当然黒人が全部の役を占めるということがあるわけですから。でもここで問題になってくるのはですね、アメリカっていうのはあまりにもでかい国で、アメリカイコール世界基準になってくるわけですよ。アメリカの会社がアメリカでリトルマーメイドを作るってことは、イコール全世界で公開されるということがもう大前提なわけですね。そうするとアメリカのそんな事情なんて知らねえよっていうアメリカ以外の人たちがいっぱいいるわけですよ。まあもちろん僕たち日本人もそうですけど、それはアメリカからすれば黒人がアリエルをやったって自分たちの国としてはそれは問題ないと思うかもしれないけど、アメリカ以外からするとそれは違うんじゃないのって思われるみたいなね、ところがあると思って、そこが違和感、今回の騒動の根本なんじゃないかなというふうに思うわけですね。例えばテルマエロマエっていう映画ありましたよね、まあ、漫画原作で映画化したやつですね。まあこのテルマエロマエ、古代ローマが舞台なんですけれども、日本が作っている日本の映画であって、日本人が古代ローマ人を演じているわけですね。これについてまあまあコメディという部分もあるにせよ、僕たち日本人は別にこれでいいじゃんって思いますよね。別に阿部寛がローマ人演じたって、なんか阿部寛の顔濃いしそれっぽいし全然問題ないし、
というふうに思うわけですけれども、もしこのテルマエロマエをイタリア人が映画化した場合ですね、イタリア人がもしテルマエロマエを映画化した場合、主人公を日本人が演じたら絶対におかしいだろっていう声が上がるはずなんですよ。なんでテルマエロマエ、その古代ローマを舞台としたローマ人のお話なのに、なんで主役を日本人にしなきゃいけないんだみたいなね、おかしいだろっていう風になりますよね。でしかも原作も別に日本人が原作なわけじゃないですから、そう、何、原作は日本、原作を書いたのは日本人ですけれども、原作の中で主人公は日本人っていう設定でもないんで、当然これもしイタリア人がテルマエロマエを作る場合、全員イタリア人で配役されるに決まってるわけですね。にもかかわらず、ここで主役をテルマエロマエの主役をですね、イタリア製作のテルマエロマエの主役を黒人がやるっていうことになったら、明らかに批判が、噴出するんじゃないかなというふうに思うわけですね。だってまず時代的に黒人はありえないし、もう意味が分かんなくなってくるしみたいなね、そういうのになりますよね。だからテルマエロマエをですね、日本人が日本で作るのであれば阿部寛主演で何の問題もないわけですけれども、これをイタリア人が作った場合はこれが問題になってくるということで、さらにもし何かのリメイクでうまくいってですね、ハリウッド映画化した場合、ハリウッドでね映画化するにあたりですね、いろんな人種、もう白人だけじゃなくて黒人だけじゃなくてアジア人、ヒスパニック、もういろんな人種が織り交ざった古代ローマを舞台にしたら、もう意味が分かんなくなってくるということがあると思うんですよね。で批判がすごく全世界から批判されると思うんですよ。絶対そうなると思うんですよ。でもですよ、テルマエロマエを日本人が日本で日本人キャストで作った時は誰も文句言わないんですよ。ここのね、めんどくささ、アメリカっていうこの世界を市場としている国が映画を作るというところに、今回のこのアリエルの肌の色の問題っていうのが出てきて、非常にめんどくさいことになってるんだろうなというふうに今思うわけですね。まあこれね、僕自身が非常にショッキングだったんでよく例に挙げるんですけれども、昔ですねフランスでレ・ミゼラブルのねドラマがあって、僕それ見てたんですけど、楽しみにして見てたんですけれども、なんとそのドラマですね、ジャベール警部役を黒人がやっていたんですね。レ・ミゼって時代はフランス革命の時代なわけですね。フランス革命の時代に黒人の警部、警察の警部っていうのは、まあありえないわけです。僕も調べたんですよ。こんなことありえんのかなと思って、ジャベールが黒人だったことにかなりショックを受けてですね、この時代にまずフランスに黒人というのがどのぐらいいたのかとか、黒人がそういう、まあ、警察官じゃなくても、例えば役所だったり役人だったり国家のね、中枢に入るとか、そういったことが黒人としてあり得たのかどうなのかって調べたんですけど、もう全くなかったわけですね、僕が調べた限りは。つまりフランスですよ。レミゼってフランスのお話ですからね。フランスが作ったレミゼでさえ、ジャベール警部を黒人にしてしまうっていう、この当時の歴史的にはありえない配役をしているっていうところが、まあ、今現在行われていることであって、このあたりをどう決着つけるべきなのかっていうのはね、まだ誰も解決策を見出していないんじゃないかというふうに思うわけですね。まあこれも前僕どっかで言いましたけど、おそらくそのうちですね、家康、信長、この辺の人たちを黒人が演じることが起きてくるかもしれないわけです。日本がもしそっちに迎合していけばね、そういうポリコレというものに日本が迎合していくということは、つまり大河ドラマの家康役を黒人が演じる、信長役を白人が演じる、秀吉役をヒスパニックが演じる、そういったことが今後起こるかもしれないという未来になってくるかもしれないわけで、ここをノーというかイエスというか、ここが非常に問題になってきてるぞというところなんですよね。まあ今回のアリエルの黒人に関して言えばですね、公式は結構いろいろと御託を並べてというか、いろいろとですね、黒人が人魚であるということもあながちおかしくないことなんだ、ありえないことではないんだみたいな、なぜならこうこうこうみたいな、そういった理屈を一応述べてはいるんですけれども、どうなんだろうなというところはまああるわけですね。まあ難しいよね。だから多分おそらくですね、日本人は結
構ここあまり気にせずに行けるっていう人多いんじゃないかなってちょっと思ったりするんですよね。なぜなら漫画文化アニメ文化がすごくでかくあるんで、日本の場合ね、外国人キャラも普通に日本語喋って出てくるっていうところがあるじゃないですかね。そういったところもあるんであまり気にせずに行けるのかななんてちょっと思ったりもするんですけれども、で、まあ、さっきも言ったようにね、舞台とかではね、日本人が外国人の登場人物を演じているというところもあるんでね、この辺がどうなのかなって思ったりするんですけれども、ただまあ一つ確実に言えることはですね、今回の実写版リトルマーメイド、アリエルを黒人にした意味、わざわざ原作オリジナルから変えて黒人にした意味というのが何かあったのかというと、別にないっていうところなんですよね。黒人俳優がアリエルを演じることによってわざわざ変えてね、わざわざ変えて黒人俳優がアリエルを演じたということに、演じるということを選択したことによって何かすごく素晴らしいことが起きたのかっていうと、別にそれもないわけですね。白人が演じていても黒人が演じていてもどっちにしたって多分大差ないというか、もともと白人の役だったのをわざわざ黒人にした意味っていうのがどこにあるのかっていうのがよくわからないというところが、まあ一番下せないところかなというふうにまあ思うわけですね。同じね、ディズニーの実写リメイク版でアラジンがありましたけれども、アラジンのアラジン役、ジャスミン役、あの辺の人たちはみんな、ね、褐色の人たちが演じていましたよね。それはまあオリジナルの通りなわけじゃないですか。っていうか、まあ本当のオリジナルは中国人ですけれども、アラジンは本当の本当のオリジナルはアラジンって中国のお話なんですけれども、まあそれがね、いろんなシルクロードなりなんだりいろんなところを伝わってアラビアンナイトの中に組み込まれたことによって、アラジンというお話はアラブのお話ということになっているんで、まあその褐色の人たちが主人公だっていうことはまあ別に問題ないと思うんですけれども、だからそのアラジンの実写版は褐色でしたよね。ここに文句言う人はおそらく誰もいないわけですね。アラジン役を褐色の人がやっているということに対して文句言ってる人はおそらく一人もいませんよね。でももしアラジン役を白人が演じたらおかしいだろうと、人種が変わってるじゃないかとみんな言うと思うんですよね。なんだっけ、ネットフリックスで、クレオパトラのドラマがあって、クレオパトラっていうのはギリシャ人だということが定説なのにもかかわらず、なんかアフリカ系の黒人の女性がクレオパトラを演じたということがあって、どういうことなんだ、おかしいだろうという騒動はありましたよね。まあそもそもクレオパトラはギリシャ人、白人のギリシャ人なのに黒人が演じているっていうのもおかしいし、っていうかエジプトなんだから黒人でもないしみたい な、意味がわからなくなってんだけどっていうこの騒動があったわけですけれども、あの辺もどういった理由でそういうわざわざ変えたところに何の意味があったのかですね。この辺が結局どこで誰が納得できる配役なのかというところが重要なポイントになってくるのかなというふうにまあ思うわけですね。実写版の攻殻機動隊ありましたよね。ハリウッドが作った攻殻機動隊、まああれ草薙元子をスカーレット・ヨハンソンがやってですね、まあその他大体のキャラクター、白人、黒人、あ、まあ要するにアメリカ人がまあ外国人が演じたわけですね。まあ荒牧だけなぜかビートたけしがやっていましたけれども、斎藤も日本人がやってたのか。このスカーレット・ヨハンソンが元子を演じることに対して日本人で文句言ってる人って多分いないと思うんですよ。草薙元子は日本人なんだから、ハリウッドで実写映画化をするときに日本人の役者を使わなきゃダメだって言っている日本人は多分いないんですね。ハリウッドで実写映画化するんであれば当然ハリウッドスターに演じてもらいたいというふうにまあ日本人は思うと思うんですよね。ではこのスカーレット・ヨハンソンの配役に対して文句言ってる人は誰なのかっていうと、おそらくアメリカ人なんですよね。アメリカの白人、アメリカの白人がだけが草薙元子をスカーレット・ヨハンソンがやることについて文句を言っているんで、その文句
いわゆるホワイトウォッシュって言われるね、その文句って誰をかばってそういうことを言ってるのかなっていうのがまあわからないじゃないですか。おそらく四郎正宗もですね、まあその高架機動隊の日本のスタッフたち全員も確か言ってたと思うんですけれども、草薙素子をスカーレット・ヨハンソンが演じてくれて非常に嬉しいみたいなことを言ってたと思うんですけれども、どう考えたってそうなんですよ。ハリウッドへリメイクする実写版を作るのであれば、当然日本人は全員ですね、ハリウッドスターに演じてもらいたいというふうに思うわけですね。わざわざ日本から役者を連れてってハリウッドに、それで実写化してもらっても全然嬉しくもなんともないし、そんな映画別に見たいとも思わないというところがあるんですよね。まあ出来はね、この映画自体の出来に関しては今はちょっと言わないということにしておいて、このわざわざ変えるということに対して必要なのか不必要なのかっていうのは時と場合によるっていうところがまああるんだと思うんですよ。だから今回のね、さっきも最初に言ったんですけれども、アリエルを白人の女の子から黒人の女の子に今回変えたわけですけれども、これを変えることの意味というのははっきり言ってよくわからないわけです。なぜ変えなきゃいけなかったのかというところは、少なくとも僕はちょっと意味がわからないわけですね。オーディションで完全に、例えば歌声だけで選んだ、完全にね、こう覆面で顔とか体型とかそういったものが一切プロデューサーなりディレクターなりそういった人たちが一切見えない状態にして、歌声だけでこの歌声でというふうに判断して彼女が選ばれたのであれば、あ、そういう選び方をしたのねっていうふうに思うんですけど、そうじゃないわけですね、おそらくね。わざわざまずそもそもが白人のアリエルを黒人にしますというところから始まっているような感じがするんで、そこをなぜそうしたのかっていう疑問がまず出るというところと、まあアメリカっていう人種のるつぼの国であるならば、黒人がアリエルを演じるということもまあ理解はできるよというところですね。もしアフリカでリトルマーメイドをやったら全員が黒人が配役されるだろうというところと同じように、アリエルが黒人をアメリカの映画で演じるということは理解はできるわけですね。ただアメリカの場合は全世界を対象にしているんで、マーケットが全世界を対象にしているんで、そうなるとおかしいよねっていうふうに思われることは非常に多くなってくるに決まってるだろうなというふうにもまあ思うというところがあるわけですね。だからここはよくわからんというのが僕の中の本音なわけですね。もちろん元々のアリエルが白人だから白人のままの配役にしてもらいたいという気持ちもあれば、別にどっちでも AY という感じの気持ちもあるし、そもそもね、映画に合ってればまあどっちだっていいよっていうところもまあ僕の中にはあるんですけれども、ただ今回に関して言えば、おそらくアリエルを黒人が演じることによって、その弊害として海の中のシーンがものすごく暗く演出されているという弊害が出ていて、そのシーンがちょっと見ていて非常に耐えられないという部分があったんで、黒人が配役されたことによって映画に弊害が出ているんだったら、それはやめた方が良かったんじゃないのと、まあいうふうに思ったりはしますね。で、おそらく世界中いろんなところでね、まあ今回のリトルマーメイド、アメリカでは好調だけどアメリカ以外では不調だっていうふうになんかニュースで見たんですけれども、このあたりなんでアメリカでは好調だけどアメリカ以外では不調なのかっていうと、今回のリトルマーメイド実写版はどこを見て作られているのかがよくわからないっていうところがあるんだと思うんですよね。まあオリジナルから肌の色を変更したっていうことは、当然お客さんの中にね、ディズニーファン、いろんな人たちから反発が来るということは確実に分かっていたことだと思うんで、だとすれば観客に向けて作られた映画ではないんだろうなというところはまあありますよね。別に観客に向けて映画は作らなくたっていいとは僕は思っているんで、だったらディズニーのこのスタッフたち、プロデューサーなり監督なり、そういった実際に映画を作ろうというふうにやっている人たちは何を思って黒人を配役したのか、本当にそれがいいと思ったから配役したのか、それともそういう命令があったから配役したのか、映画を愛して映画をより良いものにするために彼女を選んだのか、それともこの映画を何らかのプロパガンダにしようと思って彼女を選んだのかというところが、とてもお客さんたちは納得できていないというところなんじゃないかなというふうに思うわけですね。
まあ、あと内容のことを言うとですね、この映画お話の面白いところはミュージカルなわけですね。ミュージカル、歌って踊って感情を表現するという媒体であるミュージカルなのにもかかわらず、主人公の女の子が声が出ないというところが映画としての面白い部分だと思うんですけれども、今回の実写版ですね、声が出ないアリエルが歌っているというところがあったんで、これはいいのかと。声が出ないっていう設定なのに歌っているアリエルっていうのはいいのかそれでと。いうふうに僕の一番の不満点はそこです。僕は別に配役についてはさほど何とも思っていないし、魚たちがリアルっていうところも懸念だったんですけれども、見てたら結構すぐに慣れたんで、そこは意外と問題なかったんですけれども、まあ照明の暗さだったりいろんな不満点があるんですけど、一番の不満点は声が出ない主人公が歌っていたっていうところがですね、全てを台無しにしちゃっているんじゃないかなと。この映画リトルマーメイドという映画の根本的なコンセプトというか、そういったところが今回の実写版でないがしろされているんじゃないかなというふうに思ってですね、そこが僕は一番嫌なところでした、今回の映画に関しては。まあね、エリック王子がね、オリジナルのエリック王子は歌わないということで、歌わないプリンスというふうに言われていたエリック王子が今回は歌があったというところもあったんですけれども、まあここは別にどうでもいいっちゃどうでもいいわけです。エリック王子に関しては歌おうが歌うまいがどっちだっていいんですけれども、でオリジナル曲がまあ何曲か入ってカットされた曲も何曲かあって、この辺もですね、まあそういうことは往々にしてあることなんで、リメイクの場合ね、まあその辺もまあ言っちゃいいんですけれども、まあ僕としては本当に声の出ないアリエルが歌っているというところがもう一番ちょっと許せない、僕としては許せない部分だったかなというふうに思いますね。まあお話自体はね、オリジナルとほぼほぼ同じだし、幸せなラストを迎えましたっていうところもね、まあいいし、この結局どのあたりで妥協しているのか、そのポリコレ的なものっていうのをどのあたりで妥協するのが正解なのかっていうのもまあ正直まあよくわからないんで、これでいいのかなっていう感じもするんですけれども、何アリエルの肌の色が変わったっていうところ以外は意外とオリジナルのまんまだったんで、結局結婚が何幸せみたいな、そういったところの変更はなかったし、下手すりゃそこも変えられる可能性ありますもんね。結婚は女にとってのゴールではないみたいな、そういったところを含めてくることもあり得たかもしれないというところもあるんで、そういったところをいじってないっていうところはね、まあ基本的に内容をいじってはいなかったんで、まあいっかっていう感じはまあ僕の中ではありますけれども、ただまあ何のために作ったのか、この実写版をね、実写版リメイク、全体的にね、ディズニーの実写版リメイクは何のために作ってるのかがちょっと意味がわからないと、まあいうところがあるなというのが僕の感想ですね。満足度は低いですね、僕の満足度は。前日に僕ミーガンを見ているんで、でミーガンもね、実はちょっとミュージカルチックな部分がまあちょっとだけあるんで、ミーガンの方がミュージカル的な感じのその部分は面白かったななんてね、ちょっと思っちゃったりもしましたけど、こんな感じですね。まあ今後ディズニーはどこに行こうとしているのかよくわかりませんけれども、今回のリトルマーメイドがいまいちだったわけですけれども、僕の中ではお話的にはいいんですけどね、全体的に全体的なことを考えると、まあいまいちという部類に入るかな、まあ旧大点ではあるけどいまいちだなという感じはあるんですけれども、今回のこの実写版があるからといってオリジナルのリトルマーメイドが何か汚れるとか評価が落ちるとかそういったことはないんで、だからまあディズニーもねいろいろとなんかやっていますけれども、素晴らしかったディズニー作品が上書きされるということはないんだよと、いうことは分かっていただきたいなというふうに思いますね。だからこの間アガサ・クリスティの本がポリコレに配慮して登場人物なりなんなりその辺のなんか表記が変わるみたいな、そんなニュースあったじゃないですか。なんだっけ、ちょっと待ってね。あ、人種差別的な言及や現代の読者にとって不快と思われる表現が削除されると、削除修正されて当時は普通だったけどっていう部分がなかったことにされるっていうことがこれから起こってくるということが発表されたわけですね。
黒人という単語がなくなると。今ちょっとネットで見てますけれども、例えば黒人の使用人が沈黙すべき時ににやりと笑ったという表現から黒人という単語がなくなり、にやりと笑ったはうなずいたに変更されたとか、そういったことがあるんですって。だからこんなことをしちゃダメなんですけれども、だからこういうことをディズニーはしないでいただきたいというふうに思うわけですね。過去をなかったことにはしないでいただきたいというふうに思うわけです。これ下手すると、もしこれ行き過ぎた、ポリコレみたいなことをディズニーの中でそういう運動がどん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 巻き起こってくると、過去のリトルマーメイドのアリエルをデジタル処理で黒人に変えましょうっていうことが起きちゃうかもしれないわけですよ。そうするとオリジナルから実はアリエルは黒人だったんだよっていうことが、数十年後、100年後、このあたりにはアリエルはもともと白人だったっていう事実がなくなっていくみたいなね、そういったことが起こりかねないわけですけれども、そういったことは絶対にしないでいただきたいと。過去は変えられないんだよっていうことはね、ぜひともお願いしたいというふうに思いますね。特にもうアガサ・クリスティみたいに作者がもう死んじゃっているのに、その作者の同意を得ずにですね、勝手に変えるとか、そういったことはですね、冒涜じゃないかなというふうに思うんで、そこには手をつけないでねというふうに思います。ということで、今回はリトルマーメイド実写版についてお話をいたしました。ちょっと長くなりましたね。最後まで聞いてくれた方はいるんでしょうか。ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッター、インスタフォローよろしくお願いいたします。スグアに取り上げてもらいたいリクエストありましたら、チャンネルの中に入っていただいて、コミュニティの下の方にリクエストはここに書いてくださいというのがあるんで、そちらに書いてください。よろしくお願いいたします。 LINE スタンプやサブチャンネルもよろしくお願いいたします。メンバーシップ、スグアの裏を知る者たち、こちらもよろしくお願いいたします。ということで、実写版リトルマーメイドでした。僕ね、一人で行ったんですけれども、周り全員女子でした。カップルもほぼいない、女子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 に囲まれた中でおっさんがですね座っていて、なんかごめんねというふうに思いながらですね、僕と2つ前ぐらいにおじさん、白髪のおじさんも一人で座っていてですねなんかごめんねみんなって思いながら見ていました。みんなどうだったんだろうね、面白かったのかな、ちょっと気になりますけどね。まあ新しいリトルマーメイドということでした。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。